0の1図2のような回路があるとき、R2 にかかる電圧が 100V として、I 3を求める問題になります。100V と分かっているので、オームの法則から、R2 は20オームと、分かります。直列の関係にあるので、こちらにも5アンペアがかかるので、同じくオームの法則から、こちらは 5V と分かります。合わせてですね、V というのは 105V と分かります。そして RN と R3 の合成抵抗を求めます。20オームと5オームなので、こちらの式で、約数の足し算の逆数ですね、4オームと分かります。合成抵抗と R1 の抵抗、分圧の法則から合成抵抗にかかる電圧というのは、105V×1 対4ですが、合わせて5分の4倍ですね。105×5 分の4で84と分かります。また、オームの法則からですね、84÷5 で 16.8、2が正解と分かります。